今日は西日本から東日本の南海上に停滞する前線の影響で広く雨になって雨足の強まるところもありそうです。まず午前3時の実況天気図をご覧ください。西日本から東日本の太平洋側に低気圧と前線が解析されています。この前線は今日ずっと停滞しますので、西日本や東日本では雨が続きそうです。特に夕方以降になりますと、東シナ海から低気圧が接近することによって九州地方などで雨足の強まるところがありそうです。現在の雨雲の様子ですけれども、現在この低気圧や前線から少し離れている東日本から近畿地方にかけても雨雲がかかっていて、すでに雨が降っているところがあります。実はこれは低気圧から離れたところにも風と風がぶつかるシアーライン、風がぶつかるところですね、これが発生しているためなんですけれども、今日こういった状況が続きますので、東日本や東海地方、近畿地方では早くから雨がずっと続きそうです。そして九州地方ですけれども、昨日記録的なこの季節としては季節外れの大雨になったところがありますが、今日は昨日ほどの大雨はないと見ています。今日のお昼頃の風の予想ですけれども、ここに低気圧と前線を書き込んでみました。このように九州の南に前線が予想されていますけれども、この前線に向かう南からの湿った空気の流れ込みが昨日ほど強くないために、昨日のような大雨にはならない見込みです。ただ、昨日の雨ですでに地盤が緩んでいるところがありますので、引き続き土砂災害等には注意が必要になります。九州地方で雨が本降りになるのは今日の夕方以降と見ています。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリからご確認いただけます。